沖は来た。チャンピオンズカップジャパン&コリアシーズン2ラウンド3ファイナル。第6回戦フィーチャーマッチの模様を見ていきましょう。さあ、これからお届けするのは、太田恭介選手、画面左側、対して右側、篠原源選手。両名の使用するデッキ、太田選手、バント特性。これに対して篠原選手は、ドメインランク。ということで、フィーチャーの方で、一通りスタンダードの敵紹介したかなと思ったら、忘れてましたね。プロツアージャンプも使っていたドメインランプがまだ登場してないのと。ちょうど50ライン上位卓で、こちらの篠原源選手がドメインを使用していたので、紹介させていただきますと。さあ、ドメインも結構ね、全関係まではリスト凝り固まってる部分はあったんですけども、サンダージャンクションが入ってから、プレイヤーの好みに合わせて形変わってきました。イニシエのヤギズの画面ではちょっとね、真っ黒になってしまって、ちょっとメレーの仕様でね、画像出てませんが、ビッグスコア、新しいね、こう、特殊収録枠のビッグスコアのところに入っているイニシエのヤギズの緑のアーティファクトですね。多色の呪文を唱えたとき、そのまま、総量、その色分、ライフゲインできるという。一旦に1回の誘発ですけれども、そこからライフをボリッと回復する要素を備えて、このデッキのメインのリストで言うと、間の悪い爆発で2点回復、アトラクサで4点回復、緊急の剣士で2点回復というように、まあ、塵も積もればってやつですよね。単体で見ればそれほど大きな原因ではありませんが、その積み重ねでアグロデッキと戦おうという、そういう構成になっています。さあ、対して、太田恭介選手のデッキ、バント特性の方をお願いします。はい、こちら。一回戦目のフィーチャーでもね、バント特性紹介しましたが、ちょっとそちらとはタイプが違うというか、むしろあちらの方が新しいバントという形の構成で、はい、ゲームの方始まってますね。こちらの太田選手の方がオーソドックスな、新しいカードは植物の聖域2枚のみという形になっている構成です。さあ、ハイマール合唱者から、早速毒を乗せていく、太田選手。2ターン目は、この情報デュエリスト、青骨の決闘者、毒性と2段攻撃。より、こう、純粋なアグロという感じの敵になってますね。さあ、2段攻撃で一気に毒、トータル4個乗せました。ペースが早い。からスクレルブの巣も置いて、さあ、ここで篠原選手は力戦の束縛、これでデュエリストを追放。瞬速の呪文ですが、自身のメインで打ったのは相手がマナを持っていないフルタップの状態の時に打つことで、このバント特性、こういった状況をかわす手段、いろいろと取り備えているので、それを、まあ、飛んでこない、確実に除去できるタイミングで取ったという形になっています。さあ、スクレルブの巣からダニが這い出てきて、さらに腐敗層まで加わってと。ここで篠原選手は豆の木を登れ、ドローを土地を置いてゴー。さあ、腐敗層。呪文の対象に自分のクリーチャーがなった時に相手に毒を与える。さあ、そして篠原選手は力戦の束縛。ドローをしながら腐敗層をターゲット。これに対して1マナでバウンス。ターゲットになったのでトリガーして毒が一つ篠原選手に与えられる形になります。まずは誘発解決。
そしてフェーディングフォークから軽いクリーチャーをバウンスしたので、戦術がついて、ライブラリー操作して、で、ドローと。ダニーが出てきて、ドローと。そしてフリーのクリーチャー2体で毒を2つ与えて、もう、致死圏内に入ってきました。毒をあと2個浴びると、篠原選手は敗北となりますが、さあ、様々な絡め手を持つ太田選手のバント毒性に対してどう立ち回っていくでしょう。ああ、これ、スクレルブのその反本を、ライフゲインしたことを発言し忘れていて、まあ、状況的にそれほどめちゃくちゃ大きな間違いを生むことはないとは思いますが、本来、スクレルブの巣で対戦相手毒3つ以上持ってる状況下で回復していたライフが、半本忘れでちょっと、本来のゲームで保持されているべきライフとはずれていることに、まあ、太田選手気づいてちょっと忘れてました。どうなりますかというふうにジャッジに質問して、ちょっとゲーム一回止まっているところです。まあ、それほど大きな間違いではないというか、自分に有利になるような間違い方をしたわけではないので、まあ、ジャッジから、まあ、諸注意、このゲームはこのようにやってくださいという指示が出て終わるという形になると思います。まあ、うっかり忘れるってこともね、やっぱありますからね、なんでもね。まあ、そういう時に、こう、ジャッジを読んで、正しいゲームの展開を心がけていれば、まあ大きなトラブルにはならないかなと思いますけどもね。さあ、これでゲーム戻って、ライフは20。さあ、間の悪い爆発から、篠原選手手札2枚捨てて全体に3点ダメージ。合唱者死亡からダニトークンが生成されて、スクレルブ誘発。で、ドローと。まあ、最近のマジック誘発も多いですからね。落ち着いて忘れないようにみんな心がけてれば問題ないかと思いますが。さあ、ダニで攻撃。残9からの青の行進、自身のクリーチャー対象にとって不敗走で、毒10で、篠原選手投了となりました。1本目は太田選手が、テンポよく毒を乗せていって勝ちと。
さあ、サイドボードですが、篠原選手のドメイン側は、一時的封鎖、テンポラリーアイソレーション。それから、まあ、長い別れ、軽い除去を、まあ、なるべく増やしてというところですかね。否認まで入れるようなゲーム展開になるかどうかは、なんともわかりませんが。果たして太田選手のサイドボードからは、まあ相手がドメインということも分かってデッキリストも見れるので、まあ、EC のヤギズの結構こう大事に、デッキのマナ加速の中心にしているので、そこに対処できる呪文貫き、あとは、ま、別館ですかね。マナ総量3以下のアーティファクトを追放できる別館の保証とかも、追加で4枚目入るかなというところですが、まあ、そもそもデッキの相性自体は結構いい方かなというふうに思います。やっぱりライフゲインでアグロと戦おうっていうコンセプトのドメインに対して、ライフと無関係の毒という概念で攻めてくるバント毒性ですから、まあ軽いカードでいろいろさばいてかわしてとテクニカルな側面見せてくれるんじゃないかなというふうに思います。対する篠原選手の方は、大技でねじ伏せるデッキですからね。先ほどのゲームではとにかくマナ加速が、角笛と大ドルイドがマナ加速要素ですが、これらがちょっと登場せずに、真面目にマナを伸ばしていると、やっぱりちょっと特性側の動きには間に合わないかな、という。まあ、それでも間の悪い爆発を、で、一回流して、続く構成、再展開してたところに、太陽効果で流してというふうに動ければ、ゲームにはなるかなというふうに思いますね。大技で戦いたいデッキに対してこう軽いカードをしっかり持ってないとサクッとやられちゃうよっていう、そのコンセプトの勝負の時点で結構特性側がまあ優位なのかなというふうに思いますけども、まあ、マジック何があるかわからないゲームですから。不利なマッチアップでもね、しっかりとアトラクサから手札補充して、そこから除去の連打とかすれば。そう、篠原選手、今回は先手というのもあって、ドメインらしいパワープレイ炸裂するでしょうか。さあ、マリガンチェック、両名とも、はい、キープ。篠原選手が1ターン目タップイン土地を処理するところから開幕と。さらに、太田選手が1ターン目。ここは合唱者、いいスタートですね。これが強いですよね。たかが11、されど11。
さあ、この合唱者攻撃、これ通って、毒1個目。からの、手指中枢、寝かせて、ここは、警護される腐敗層。これに対して篠原選手、長い別れを打っていく。とりあえず毒が一回誘発して、そして太田選手、ここは、青の更新を X に、マナではなく手札から青いカード追放で、大体コストで支払って2匹対象に取ったので、毒が2個乗って、全部で4匹、一気に。さあ、そして自身のターンを迎えてフェイズアウト状態から帰ってきた腐敗層。ここに対して篠原選手、長い別れ、さらに打つ。これを太田選手を、ここはバウンスでさらに戻していく。そして毒が言わず7個早い。ペースが早いぞ。合唱者で殴ってた、あと2つの毒でゲームは決着がつく。さあ、耐えられるのか、篠原選手。ここはターンエンド宣言。合唱者、ここには長い別れ3連発。ただまあ、ダニが残るので完全勝利できたわけではない。これを受けて太田選手、手札に戻した腐敗層は出さずにターンエンド。このあたりは落ち着いてますね、じっくり。もう8個ものっていうから焦る必要はないという動き。さあ、そしてここで、増殖を行いながら手札にカードを1枚加えます。これで篠原選手、毒が9個。リーチ。ダニの攻撃が通ればというところでさ、ここで、緊急の検視。このタイミングで打ったのは、太田選手がまだ使えない状況下で、確実に打ち消しや、バウンス、まあ、バウンスと関係ないですね。打ち消しやフェイズアウトといった状況要求の類で、インスタントで対応されるのを防ぐというところですが、ここでさ、太田選手。ああ、これは決着。あと毒一つで、敗北となる篠原選手に対して毒性持ちクリーチャー2体を並べて、篠原選手投入となって、これは瞬殺劇、見事。ボタン目とかですかね。スピーディーに決着となって、これは太田選手、2本ストレート勝ち、6勝0敗。バント毒性がチャンピオンズカップファイナルで躍動しています。さあ、ここから、どういったデッキが初日全勝ラインに名を連ねるのか楽しみですね。それでは、第7回戦でまたお会いしましょう。